ボドムアフターミッドナイトは、フィンランド出身のメロディックでスメタルバンド。2020年のチルドレン・オブ・ボドム解散後、アレキシ・ライホとダニエル・フレーベリを中心に、フィンランドのエスポーで結成された。チルドレン・オブ・ボドムに在籍していた3名の許可が必要であり、継続して、チルドレン・オブ・ボドム名義での活動を続けることができなかったため、ボドム・アフターミッドナイトとして活動を始めた。 ただし、もともとあれきしらいもチルドレン・オブ・ボドムの名称独占使用権を保有する a s e w i l コンサルティング社の共同経営者であったにもかかわらず、他3名の同意のもと、自身の保有する会社の株式を売却して、チルドレン・オブ・ボドムの名称使用権を放棄している。なお、バンド名は、チルドレン・オブ・ボドムのサードアルバム、ホローザリーパーの収録曲にちなむ。ラインナップには、 元サンタクルズのミトやトイボネンとパラダイスロストのワルッテリバユルネンが加わりツアージのサポートにラウリ・サロマーが参加することが発表される2020年の夏に3つの公演を控えていたが新型コロナウイルス感染症の流行の影響で全てキャンセルになったことが発表された結局同年10月23日に聖名予期のリュトミコルヤーモで開催されたライブが デビューライブとなった。このライブでは17曲が演奏されたが新曲は演奏されず、チルドレン・オブ・ボドム時代の楽曲のみの演奏となった。12月にはオーストリアのナパームレコードと契約したことが発表され、合わせて2021年後半にデビューアルバムをリリース予定であることも公表された。2021年1月4日、 バンドの中心人物であるアレキシ・ライホが12月末にヘルシンキにある自宅で亡くなったことが公表された。発表当初は死因は明かされず長年健康問題を抱えていたとだけ公表されていたが2021年3月にキンバリーゴスによりアルコール性の肝臓と水臓組織の障害であったことが明かされた。またボドムアフターミッドナイトで録音された3曲が死後に リリースされることも発表され、2月にナパームレコードより、同年4月下旬に、ファースト EP、Paint the Sky with Blood をリリースすることが発表された。日本では、ワードレコーズのサブレーベル k o s ケイオスレインズより、日本版がリリースされることになった。ライホの主が公表されてからもボドムアフターミッドナイトの、去就は、不明なままであったが、2021年4月に、 公開されたインタビューで、フレーベリは、残念だが、アクティブ、バンドとしてのボドムアフターミッドナイトは、アレキシライフォと共に葬られてしまうだろうと述べ、ボドムアフターミッドナイトの活動を終了することを公表した。この理由について、フレーベリは、アレキシとの関連が強いから、ボドムという名前をかれ、抜きで使うことを、俺たちは良いとは全く思えないんだと説明している。 ありがとうございます。